光明寺城後の石碑光明寺城は、現在の愛知県一宮市光明寺屋座、本郷屋敷にあった、日本の城である。永六年間の初めに、織田信長の家臣、神戸宝器神により築城。1568年、山田半兵が入城するが、1569年、廃城される。光明寺城のすぐそばにある、安寺市院光明寺は、白宝年間に建立された。 1300年以上の古刹である。一宮市光明寺この地に伝わる伝説によると、桶狭間の戦いの後の1563年、織田信長と松平元康は、公主同盟を清洲城で締結、この後盛り開かれた。織田信長は酔いざましにと、松平元康と共に馬を走らせ、光明寺城へ向かった。この城から北にある稲葉山城を見た二人は、 美濃を制する者が天下を制するかと呟いたという。織田信長は、松平元康に、光明寺城の眼下にある、アンテラシーン光明寺の僧侶、青井足を紹介した。この青井足は、八幡太郎義家の軍法を伝える人物であり、織田信長もこの軍法を手に入れたかったのだが、織田家が平家の出のため、断られていたのであった。信長は同盟締結の例として、 源氏の出である元康に紹介したのであった。元康は、数日間、光明寺に滞在し、青家康より、八万太郎義家の軍法を授かった。この軍法を継ぐ者は名前に、義家、家を継ぐことになっており、今川義元からもらった名前を変えたいと考えていた。元康は、元を家に変え、徳川家康を名乗るようになったという。名鉄バス名鉄一宮駅。 バスターミナルより山郷西138タワーパーク行きで光明寺バス停下車。ありがとうございます。